多分だから3度目か4度目だと思うんだけど、やっぱりこれはスクリーンで見る。シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日はジャンルック・ゴダール監督の「キチガイ・ピエロ」について語ってまいりたいと思います。はい、あ、一応、はい、50周年 2K レストアバーね。はい、いかがでしたか。まず佐古さんから昔ね、やっぱね、レンタルビデオって見てたから、いや、ほぼほぼ覚えてない。レンタルビデオで1回しか見てない。はい、だからほぼほぼ覚えてなかったんだなと思って、で、見直して、あ、こんな映画だったんだっていうぐらいちょっとびっくりしたところもありましたね。で、あ、結構なんか何でもありで撮ってんだなと思ったりね。それから細かい美術とかがね、あ、やっぱちょっとおしゃれでセンスがいいなと思ったりね。本当に非常に楽しい時間を過ごさせていただきまして、佐藤さんはご否定されてましたけど、デュエルで感想を書いていただいたコメント、デュエルを見たその感触と、キチガイ・ピエロと、似てる、僕もすごくそう思いました。なるほどね。それは要するにその作品の世界観とかトーンじゃなくて、そのいかにその映画を、物語、起承転結、予定調和、で作ってるところから離れてね、その一回こうあるいろいろなものを、破壊して、解体して、でそこから再構築するっていう、リストラクショニングというか脱構築というか、そういうだからアプローチは全然世界観とか空気感とか見た感触は違うけれど、そこはやっぱりヌーベルバーグなんだなっていうのをすごい感じましたね。なるほどね。自分はだからデュエルの場合は世界観とか物語にすごい引きずられてるから、キチガイ・ピエロとの同一テーマでは全く気づかなかったんですけど、確かに言われてみると、いわゆるこうね、映画的な作り方とはちょっと違う風にして作られてますね。いや、何でも芸術ってそうだけど、最初はね、一回しっかりと構築するじゃない、例えば俳句もね、五七五という定型があるわけじゃない、でもその定型で俳句の世界観をすごく語りたいんだけど語れない時に、波長とか自由律みたいなものがあったりしますよね。だから美術においても、最初のデッサンがもうしっかりした写実主義的なね、絵画っていうのがあったわけだし、当然それは多くのパトロンが自分たちの自画像、自画像じゃない、肖像画とかを描かしたっていうところから始まってるからね。でもやっぱり芸術ってだんだんやってるとそれに飽き足らなくなって、もっとその表現したいものが出てきた時に、非常にその表現がその自由な形になっていくよね。でやっぱりヌーベルバーグっていうのはそれまでのそのセットでね、しっかりと用意された美術とか、その脚本とか物語、起承転結、それでその観客に娯楽的な感動を与えるっていう、いわゆる定型があるわけじゃないですか。やっぱりそれに飽き足らなくなった映画評論家たちが、いろいろと会議とかでそういう話をして、で自分たちでそれを実践しようということで作り始めたわけじゃないですか。だからそこはやっぱり、リベットもゴダールもやっぱりその自分がいろいろ持ってきた、生きてそのいろいろその何摂取してきたね、いろんな芸術だったりいろんなものを一回自分の中で噛み砕いて解体して、そのなんていうのかな、映画って、よくこれは黒澤明監督もおっしゃられたことですけど、そんなね、一言で言いたいことがあるなら、紙に書いてみんな持って歩きゃいいんだよって話なんで、映画ってやっぱりその見終わった後に言葉に、簡単になりにくい、いろいろな複雑な深かったり広かったりするような鑑賞感を与えたくて作ってるわけじゃない、だからその定型である、物語、起承転結がはっきりしたその美術とかセットとかで作られていく予定調和的な映画世界だけでやっぱ飽き足らなくなってくる人が、一回それを破壊した上でみんな観客に感じてほしい自由奔放なその映画の見終わった後の鑑賞感、これがやっぱりヌーベルバーグなんじゃないかなっていう気がするんだよね。しかもそれが作家主義的なその監督によってその世界観が全体的に俯瞰的に作られていく、
これはやっぱりだからやっぱりすごくそのキチガイピエロに感じるんだけど、うん、でも見ていてこうなんていうかなその躍動感とか軽やかさがもう見終わった後に完全に体の中に残るじゃない、うん、かと思うとデュエルはそうじゃないよね。だからそれは多分佐藤さんがちょっと違うんじゃないかっていうのはそこだと思うんだけど、うん、こっちに引きずられちゃったんですよね。わかるよ、うん、だけどそのコメントしてくださった方もね、うん、言ってるのは多分今僕が言ったような、はいはい、一回その定型的な、はいはい、その固有的なそういうものを一回壊した上でいろんなその素材を持ってきてね、まあ、サンプリングみたいなもんだと思うんだけど、まあ、ちょっと音楽のサンプリングとは違うけれどね、うん、でもまあ一種のサンプリングをして、うん、そのいろいろな物語を解体してそこにいろんなものを突っ込んできてね、うん、そのやっぱり自分の今ね佐藤さんが言われたようなセンスとかでその出したいもの美しいもの、うん、色とか、うん、それをだからまあ一種のだからなんていうの象徴的な色としてね、うん、あのトリコロールカラーを入れたりとかっていうのもあるわけじゃないですか、はいはい、でそれはもちろん監督によってもその自分がいろいろ育んできた、うん、摂取してきた芸術や娯楽がいろいろな形で出てくるじゃないですか、うん、自由律のように、うん、これやっぱりヌーベルバーグの面白さだよなっていうのすごい感じますよね。だからあの部屋にね、うん、あのピカソのポスターとかが貼ってあったりしますもんね。それはまさにそれを象徴してるんじゃないかなだと思いますね、うん。でも冒頭はほらベラスケスっていうか、はいはい、どっちかっていうとね、うん、写実的な画家についてコメントしてたのが、うん、彼女の家に行くと、うん、ピカソだったりするのがまた面白いですよね。そうなんだよね、うん、でデュエルでも感じたけど、うん、そのなんだろう表現の仕方はやっぱりリベットとあのゴダールは全然違うんだけどね、うん、なんかやっぱりこう自由律でこんだけ違うパターンの表現をできるっていうのも面白いと思うんだよね。そうですね。でしかも完全にこれはもうみんな解説してることだけどいわゆるそのロマンポルシェだったりそのフィルムノワールだったり、うん、そういうものを解体して一応そのストーリーとしては引きながらもう自由にいろんなものを入れ込んでるじゃない。でもちろん今のポリティカリーコレクト的にいくとあのベトナム人の真似とかねあれはちょっとやばいよ、ね、でもやっぱりその時の時代の空気感としてすごくやっぱあるんだよね。でしょうね、うん、でそういうものをさやっぱりこうなんていうの時代の刻印も入れながら、うんまあ、だからその時のやっぱり今日的視点の中の題材とかモチーフとかを入れながら、うん、そしてその元々のストーリーは一応敷きながらもういろんなものを入れてくるし、うん、それはやっぱり登場人物たちのリアクションだったり動きだったりにそのすごくやっぱりその瞬発的なその時のインプロビゼーションのようなね自由なその表現をしてくるわけじゃない、うん、でだからやっぱこれを当時見た人の驚きはものすごかったと思うんだよね。もちろん、まあ、これよりも先に勝手に仕上がれなんだろうけどね、うん、だから自分はねそのやっぱりこう名作と思って見てるから、あー、マスターピースだからそういう情報がなかったから、うん、情報って調べてないしね、うんうん、勉強もしてなかったし単純にただあ有名なゴダールのキチガイピエロ見てないから見てみようと思って、うん、初見だったんでしかも VHS のレンタルでねだからなんか、ね、全くピンとこなかった、まあそうだよね、だなっていうのを思い起こしましたね。やっぱりさ映画もその絵画とか俳句とかもそうだと思うんだけど、うん、やっぱりある程度修練が必要じゃない、うん、でもちろんその映画は自由だからどう見てどう感じてもいいんだけど、うん、やっぱりその自分がたくさん見てくるとやっぱりそこに経験率っていうのが生まれてくるわけじゃない、うん、でその経験率を壊されるからすごいそのショックで動目したり喜びだったりしてくるわけです。それがいつも佐藤さんのおっしゃるように予想を超えたところとか予想と違うものが出てきた時にその映画を見る喜びってのが出てくるわけだけどまさにだからこのキチガイピエロなんかその代表的な例だと思うんだよね。じゃあまあちょっとネタバレもありで、俺もう喋っちゃってたかもしれない。いやでも大丈夫だった。映画の本質は語ってるけど、ね、ストーリーとかネタは話してないんで、どうでもいいしねそこは、うん。始まってこう見始めてね、うん、あの例えばそのパーティーのシーンとかあるじゃないですか。うんうんうん、でも普通パーティーのシーンはそれこそ映画だと人がわちゃわちゃやって乾杯して会話してとかっていうのをショットショットやるんだけど、壁にこう立ってるとこだけしか描かないし、うん、それをいくつかこう色を変えてね。そうだから青いライト、うん、赤いライト、そんで黄色いライト、サミュエル・ブラーニー映画とは何かを喋らせたり、そうでしかも喋って女の人上半身裸だったり ね, ったりね、なんだこれはっていうですごいシュールシュールだよね、うんうん、ところが、うん、そのまあ奥さんとね、まあ、金持ちのね、娘の奥さんと、うんまあ、どうも不仲 で,、うんうん、で結局アンナ・カリーナと、うんうんまあ、逃避行みたいになっちゃってからは、うんうん、だから
そこの世界から出た瞬間は、うん、もう今度はね、うん、南仏の青い空みたいな開放感にあふれて好き勝手やっちゃうっていうね、うん、いかにこの男が、うん、主人公が、うん、自分が生きてる世界に生んでたかっていうのが、うん、もう前半のそのパーティーのところでものすごい見事に表されて、ね、その出た後の彼の自由奔放さで、うん、もう彼は別にそのいつの瞬間死んでもいいぐらいの自由さを得てるっていうのが、もう我々にものすごい伝わってくるからね、うん、だからそこ出た後はなんかボニー&クライドみたいな、もうなんかでも物語的にはさ、完全にファムハタールに騙された男なんですよ。そういうことですよ、設定的にはアンナ・カリーナ演じるマリアンヌはね、ファムハタールだよ。うん、だからそこがまたすごいなと思う、うん、いやダース構築するとこんな風にも描けるのかっていう風にやっぱり見えるよね、うん、これはだからそのフィルムノワールだったりロマンポルシェだったり描かれているいわゆる暗黒映画なわけなんだけど、うん、一種ね、はい、その組織があって、はい、その組織に操られてる女によって操られてその、溝にはまってく泥沼にはまってく男っていう、うん、一応そのストーリーはそうなってんだけど、うん、全然そんな風に描いてないんだよね。だってほらお金もないから、ガソリンスタンド行って、うん、あガソリン入れなきゃっつって、あこいつぶん殴ってっつったら、あまだいたとかってさ、まだいたはいいんだけど、ボンネット上げてそこでバーンってやって、だから誰かもコメントしてますけど、ドリフのコントかよみたいな、あこんなシーンあったっけ。それをさ、そのリアリズムで描いてないから、ね、どうしてもそうなっちゃうんだよね、シュールになっちゃうんだよね、うんうん、でしかもだからそのベトナムをやるとこもさ、うん、そのね、あのアメリカ人観光客から金をせびろうって言うんでね、うん、あれもだからそんな設定ねえだろうって思うんだけど、 それを一応まかり通してしまうわけだよね。 そこがまたすごいよね、うん、だからこれはねもちろんこれ見ても全く面白くないって人がいても全然おかしくない映画だと思うんだよね、うん、それは修練の問題じゃなくて多分好みの問題もある。そうそうそう、まあ、フィットしなければ面白くないとは思うんだけど、うん、でもまあ修練の問題もある。ただね、うん、例えばその逃避行に出る前に2人で車で出てくとこあるじゃないですか、うんうんうん、あそこのシーンとかもフロントガラスからだけでね、うん、でフロントガラスに照明がこうね、うん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 、定期的にこう反映してる、うん、まあ、映ってるとことかはやっぱかっこいいんだよね。やっぱりゴダールはね手数がすごいです。まあ、だからそれはね今ではもうビデオっていうかさデジタルだから誰でもやってるけど、まあ、ジャンプショットとかジャンプカットみたいなの始めたのも一応ゴダールって言われてる、もしかしたらその前にあったのかもしれないけどね、でも多分世に広めたのはゴダールであることは間違いない。車のシーンとかもドライバーのアップとかね、その外形とか一切描かないとかっていうのはね、うんうんうん、やっぱすごい、いやもういろんな工夫をしてるよね。だけどそのだから映画的教師って一体何のかっていう時にさ、それは多分個人的な考え方もいろいろあるし違うとは思うんだけど、明らかにこの岸ヶ谷ピエロを見てものすごい映画的教師にあふれた映画だと思う人が多いのも、うん、あの実際だと思うんだよ ね。それはやっぱりいかにゴダールが脱構築した後にその手数を入れてね、その見ている観客に楽しませよう、いろんなものを感じてほしいと思ってる少佐だと思うんだよ、うん、それがものすごい詰まってる映画だよね、岸ヶ谷ピエロは、うん、なんかあのまただから先に勝手に仕上がれた話するのもなんだけど、うん、こっちのやっぱりプリミティブだと思う。なるほど、すごくこっちの方がね工夫とかあの細工とか作り込みが多いと思うんだよね、うんうん、そこをだからどう見るかってのはあると思うんで、ここにだから5年のやっぱりゴダールのやりたいことの進化と、うん、その映画監督としての成熟の一歩っていうのがこの2作でもあると思うんだよね。なんか勝手にしゃべる話しちゃってるけどさ、うん、もうだからまだねちょっと間違って勝手にしゃべるは公開は29日ですけどね、本当はだから同時にまた見直したかったけどね、うん、でも楽しみですね、いやー、勝手にしゃべるのかね。今すごいのはそのリベットの未公開作品見た2週後にね、うん、そのヌーベルバーグの代表作と言われる岸ヶ谷ピエロをこんな美しい美麗な映像と音で 見られるわけじゃないですか、うん、まああのこれ地方ではね見られないあの観客の方もいらっしゃるとは思うんだけど、うん、やっぱいかに東京っていう街が、うん、あの映画を見るのに、なんだろう堕落するぐらい映画を見るのにふさわしい街なんだなっていう気がしますよね、うんうん、これ公開当時はやっぱり相当インパクトがあったんでしょうね。インパクトもあったし賛否両論もあったし、まあ、はっきり言ったら先達の仕事を破壊する映画でもあったわけだからね。なるほどね、まあ、途中でねなんかこうショーみたいに入ってきて、うん、しかもネオンサインみたいなのも入ってきたりとかね、うんうん、なんかあそんなの全然覚えてなくて、うんうん、いや覚えてないよ、だってインプロビゼーションとそのなんつうの、うん、
あのサンプリングだから、うん、全部は全部やっぱ覚えられないし、うん、であのこうジャンポール・ベルモンドが最後ね顔にペンキ塗りたくるとかっていうのは、うん、あのスチル写真とかでも出てるから、うん、まあ覚えてたんですけど、うん、ダイナマイトがこんな軽々のプラスチックだったっけとかっていうのは全く覚えてなかったですね。僕もこれ3度ぐらい見たけど、うん、本当に覚えてるシーンはいくつかあるんだけど、もう断片的で、うん、その普通の映画ってもっと総合的に覚えたりするんだけど、うん、やっぱり岸ヶ谷ピエロって総合的になかなか記憶に残んないんだよ、ね、うん、だから今回見てやっぱまたすごい楽しかった。多分これ初見はねテレビだったと思うんだよ、はいはいはい、テレビだったと思うんだよね。でもそれだと伝わらないですよね。いやもう全然ダメだよ、ね、こんなものしかもさ細切りに CM とか入れられたらもう全然ダメだよね。そうですよね。やっぱこれはスクリーンで見るしかないと思う映画だと思うな。改めて今回多分だから3度目か4度目だと思うんだけど、うん、やっぱりこれはスクリーンで見る映画だなと思ってた。思い出したの俺、うん、ダイナマイト顔に巻いてね爆発するのはいいんだけど、うん、その前にあれとか言ってなんか動画線を消そうとするじゃないってあれがちょっとまたびっくりして、そんなこうなんか変な演出してるなっていう、どこまでその瞬間的にやってるのかどうか分かんないよねこれはね、うん、いやゴダールもそうだし多分ベルモンドも多分結構いろいろやってんじゃないかと思うんだよね。だから普通に爆発してちょっとサッドな気持ちになるのかなと印象があったんですけど、うんうん、あれこんな小ネタっていうかふざけたことやってんだなっていうのはね面白かったね。なんだろうこの瞬発する、言葉知る、その映画の教師ってもっとさこうゆったりした余韻みたいな、行間みたいな余韻みたいなものを普通指すじゃない、うんうん、でもこの映画の場合なんか言葉知るってエネルギーっていうのともちょっと違うんだな。違うよね。なんつったらいいんだろう、言葉知る、でもみずみずしい感じがしますよね。みずみずしいよ、すごいジューシーだと思うし、うんうんうん、今見ても今のほとんど新しい映画よりもはるかにジューシーだよね。気持ちいいですよね。いやもう心地いいもん、ね、見てると、ね、でこれ寝る人も多いじゃん、うん、いいんだと思うんだよこの映画寝て。そうですね。これだからね初見が多分寝たと思うんですよね。だから所々しかやっぱ覚えてないし、なんかあのタルコフスキーのたゆたうように引きずられていく眠りと、この瞬発する何かにちょっと運で寝るのと、しかも起きてもあんま変わんないっていうね。だってほら小難しいセリフとかナレーションも多いじゃないですか、うんうんうん、だからそこに引っ張られちゃうと眠くなっちゃう、ね、あれを一時考えたらキリがないし、ね、そうなんですよね。いやもちろんいろいろ考えればいろいろ考えられる映画だと思うし、うんうん、ゴダールも相当考えて突っ込んでるから、いろいろ探求したり研究したり読みほどいたりするのもありな映画だと思うんだけど、まあ、まずはやっぱり初見はこれは体を委ねて、この映画のその瞬発力的なね、まあ、パッションともエネルギーと言ってもちょっと違うんだけど、なんかそういうものに身を浸らして、その映画の教主にこういうものがあるのかって感じながら見るのが僕一番正解なような気がするんだよ ね、 うね、うん、ちなみに T さんはいかがでしたか。はい、私これ DVD で多分2回ぐらい見てたんですよ。なのでお話なんとなく、ね、しかちゃんとよく見てるね家にあったお勉強家なんだね。いや家にあるので 見たことがあったので、なんとなくお話は覚えてたんですけど、うん、なんか始まった瞬間わあ映像が綺麗と思ってすごいいややっぱり通勤レストランツールもあるよね。すごいですね。すごいよね。びっくりしました。本当に綺麗だもんね、うん、なんか結構こう 4K とかで今やってるけど、うん、これはお話も覚えてるぐらいその前の映像を見てたので、うん、さらにこう映画館で見た時に風景ですごい感動して綺麗で、うん、色もいろいろ綺麗じゃないですか、うん、綺麗、すごい綺麗だった、うん、あとそうですね、マリアンヌちゃんのお洋服も可愛い、うん、洋服ね可愛いですよね。ファッションセンスがまた素晴らしいよね、うん、だから本当今も見られる映画ですよね、うんうん、全然見られるよね。なんかあとこの音が流れた時に劇中歌がブツンって切れて、うん、ああはいはいはい、バタバタってまた始まるみたいな、また始まったりね、言葉あるじゃないですか、うん、あれはあえてああいう、あえてやってる、ああなるほど、ね、そうですね。だからなんかこうそう予定調和的なその BGM とかその脚本の流れ方っていうのをやっぱ破壊して構築したいんだよね、うん、絶対に。ちょっとツッコミどころじゃないんですけど、さっきちょっとおっしゃったベトナムの女性を描くとことかはポリコレ的にやばいと思うんですけど、今だからね、冒頭もね、うん、あのベルモンドがお風呂でタバコ吸ってるじゃないですか、はいはいはい、そこに子供が来ちゃうとかもうあれも今じゃ絶対無理ですよね、うん、いやだいたいさガソリンスタンドでタバコ吸ってる自体もまずいじゃないですか。だから子供に煙が行くでしょとかって絶対言われちゃうじゃないですか今だったら。あやっぱこれ昔の映画なんだなって、ね、いやそれはそうだよね、うん、
1965年、我々生まれてないもんね。本当になんか突っ込めよ。ちょっとねこれ突っ込む前にパンフレットをね、うん、900円なんですけど、うん、機械セールと、はい、勝手に仕上がるが、まあ、お安いね、一緒に仕立てて、ね、でしかもね、うん、両方2作品ともシナリオ再録されてるんですよ。シナリオ再録したんだ、はあ、なかなか丁寧に作られてて、奥田さん頑張ったね、はい、うん、私の師匠奥田さん、オンリーハーツ奥田社長、うん、非常に丁寧なお仕事で、うん、素晴らしいと思います。なんだっけ、 Facebook で自慢してたもん。自慢してたの。いや間に合ったっつって。あ、これが、うん、パンフレットが。なんか間に合わなそうだったみたい。なるほど、うん、結構まあ作るの大変だったんじゃないかな、ね、ギリギリなんだよ、しかもいつも、うん、思いました。いやでも本当にこれを今の時代ね、うん、スクリーンで美しい映像で見られるのは、今のデジタルもデジタルもさ、いつも言うけどあんまり好きじゃなかったけどね、うん、やっぱこんなにね素晴らしい作品を、まあ、フィルムだとねどうしても傷とか入っちゃってますからね、ね、うん、こんなに美麗にね音も絵も美しく見られるって本当素敵だよね、うん、もう本当だから古い映画だけ見ててもうん、いいぐらい毎週毎週さ、うん、素晴らしい映画ぐらい古臭く感じないんですよ、やっぱね、すごいよね。ということで本日は「キチガイピエロ」について語ってまいりましたが、はい、勝手に仕上がれも、収録する予定ですので。あ、そうなんだ。はい、そうですよ、そちらの方もお楽しみということで、皆さんぜひね劇場で機会があればご覧いただきたいなというふうに、本当に、まあ、名作なんですけどね、はい、本日はキチガイピエロについて語ってまいりました。よろしければチャンネル登録やコメントいただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。